はい、こんにちは、安藤です。今回は、良い頑張りと悪い頑張りについてあなたにシェアしたいと思います。この動画は、こんな方におすすめの動画になります。何かに頑張ろうと思っても頑張れない方におすすめの動画になります。例えば、資格の勉強を頑張りたいなと思っていたり、あとは何か仕事を頑張りたいなと思っていても頑張れない方、そういう方におすすめの動画になります。で、僕のクライアントさんでも、資格の勉強を頑張れないっていう方がいたんですけれども、この動画を見て、このようになりました。頑張れない理由が分かった。そして良い頑張りができるようになったから資格の勉強が進みましたという話をいただきました。ぜひ参考にしていただけたらと思います。というわけで、今回の動画は、良い頑張りと悪い頑張りという動画になります。では、まずはこんな質問から考えてみましょう。あなたが頑張りたかったのだけれども頑張れなかったことを思い出してみてください。で、例えば僕はこういうものが思い浮かびます。資格の勉強だったり受験勉強です。で、僕は受験の時に2年間浪人をしました。でも、その2年間がもうずっと頑張りたかったんですけれども、頑張れなかった。そういう思い出があります。またこういうこともあります。ある彼女とうまくいってない時っていうものは、自分がすごいイライラしている時があったんです。なんとかイライラしないように頑張ろうって思っていたんですけれども、頑張れなかったっていう時があります。で、こういうふうに、自分が頑張りたいけど頑張れなかったっていうことは、たくさんあると思います。でも、その一方で、自分以外の人を見ていると、簡単にしている人っていますよね。例えば、僕が受験で頑張りたいけれど頑張れない時に、ちょっとその友人を見てみると、簡単にもうポン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 勉強して、ああ成績上がった楽しいとか言ってる人いたんですね。で、そういうのを見てみると、僕には才能がないんじゃないかとか、俺には全く勉強に向いてないんじゃないかとか、そういうふうに悩んだ時期もあります。で、こうやってうまく頑張れる人を見ていると、なんで頑張れる人って頑張れるのだろうっていう疑問が浮かびませんか？今回の動画はそれについて明らかにしていきたいと思います。良い頑張りと悪い頑張りの違いをあなたにシェアしたいと思います。で、良い頑張りと悪い頑張りの違いっていうのはちょっと難しいんですけど、もう簡単に言うと、どうやったらハッピーに頑張れるのかという動画になります。もし今あなたが頑張りたいけど頑張れないって境遇にいましたら、ぜひこの動画を参考にしてほしいと思います。では行きましょう。では、まずは僕が頑張れなかった例をあなたにシェアしたいと思います。というのも、頑張れなかった例を見てみると、なんで頑張れないのかがより分かりやすくなるからなんです。例えば、僕が頑張れなかった例の一つに、資格の勉強があります。その時、僕はすごい資格がない自分はダメだって考えていました。そこで、なんとか公認会計士を取ろうとして、休日は8時間勉強してやるとか、そうやって気合い入れていた時期がありました。これってなんとか頑張ろうって自分がしている時です。しかし、いざ休日とかに勉強してみると、あまり勉強できないんです。例えば、8時間勉強してやると思って、朝9時からスタバとか、そういうところに行って勉強しようと座るんですけれども、もう全然できないんです。ぼーっと机に2時間座ってる時もありましたし、スマホをポチポチって時間を潰してるって時もありましたし、そんな風に、頑張れない自分がいました。これは僕が頑張れなかった例です。もう一つ例を見てみましょう。あと、僕は怒らないことを頑張れませんでした。すぐにイライラする自分はダメだと思っていて、なんとか怒らないようにしようって自分で頑張ろうと思っていました。なので、こういう時って僕はこういう目標をよく立てていました。一日絶対に怒らないようにしよう、なんとか気合と根性で乗り切ろうとか、こういうふうに考えていました。しかし、全然うまくいかないんです。自分が絶対一日怒らないって決めていても、ちょっと彼女の些細な言動だったり、友人のちょっとした言葉にイライラしてしまうって自分がいます。ですから、こんな風に、やっぱやろうと思っても頑張れない自分っていうのがいました。じゃあ、なんで頑張れないんでしょうか？実は、この中にヒントが隠されているんです。じゃあ、どういうヒントなのかというと、ここに注目してほしいんです。すごい資格がない自分はダメだとか、すぐにイライラする自分はダメだって当時僕は思っていました。で、これは何かというと、
頑張る動機が自己否定だったんです。とにかく当時っていうものは自分に自信がなくて、すごい資格がない自分はダメだから、なんとかダメにならないように頑張ろうとか、すぐにイライラする自分はダメだから頑張ってイライラしないようにしようとか、とにかく当時僕が頑張れなかった時っていうものは、その動機っていうものは自己否定から入っていたっていうことがわかります。ということは、なんか自己否定とか自己卑下から来る行動が頑張れないっていうことになります。まあ今回の例で言うと、まあ僕はすごい資格がない自分はダメだっていう自己否定をしていました。じゃあなんで僕はこういうふうな行動をしてしまったのかというと、それはまあただ単に本に書いてあったからとか、あとはなんか尊敬する人が言っていたとか、あとは自分の悪いところに注目していたからなんです。じゃあこうやってただ本に書いてあることを鵜呑みにして行動したり、自分の悪いところに注目して行動するとどうなってしまうでしょうか。まあこうなってしまいます。もう納得せずにいやいやするっていうことが多くなってくるんです。まあ受験勉強なんて特にそうなんですけど、なんで受験勉強しなきゃいけないのかなってわかんないまま納得せずにいやいやながら頑張るっていうことが多かったんです。また自分のないものとか悪いものに注目してしまうからこそ、自己否定を動機としてやっている自分がいました。こうやっていやいややりながらもう頑張る時っていうものは、もうただ単に気合と根性で頑張るだけですよね。でも気合と根性で頑張っているんですけれども、自分自身が納得していないことをやるので、まあ結局頑張れないということになります。こうやって自分が納得していないのにいやいやする頑張りだったり、まあ自分の自己否定とかを動機にして頑張ることを悪い頑張りと言います。ですから、まあ僕の悪い頑張りの一つの例として、まあ受験勉強があるんですけれど、じゃあ受験勉強がなんで悪い頑張りだったのでしょうか。まあそれは理系しか就職ができないとか、あと大学に行かないと将来困るとか、こういうことを納得していないのにいやいやしていたからなんです。こんな風に納得せずにいやいやする頑張りのことを悪い頑張りと言います。では次はいい頑張りについて説明をしていきます。まあぜひ比較しながらご覧になってください。まあいい頑張りをする人っていうのは、まあ僕の周りにたくさんいるんですけど、まあその中で今回はあるアクセサリー作家さんの紹介をしたいと思います。じゃあこのアクセサリー作家さんが何を動機にして行動しているのかというと、なんかお客様の喜ぶ姿を見たいとか、あとこれ作ったらすごい自分のテンションが上がるとか、なんかプラスなことに注目して行動していることが多いです。もっと言うと自分を肯定して、まあ、それを動機にして行動しているということになります。じゃあ例えばこの人がたくさんの発注を受けて、まあ徹夜で次の日までに物を作らなければならないことになったとしましょう。でたまたま僕はその人にその話を聞いたんですけど、もうこの人ってもう超ポジティブなんです。なんかすごい楽しいから、今日はもうとにかく徹夜でも全然いいや、まああと5時間でできるから、まあなんとか頑張ってみようかなとか、まあそういう感じで行動しているんです。そうするとなんかできた時にもう超ハッピー、もっと作りたい、あーでももっと作りたいんだけどもう眠たいから今回は寝ますみたいな、まあそういう感じなんです。ということはこの人が何で行動しているのかというと、まあ、自分を肯定しつつ、あとは楽しいからやっているっていうことがわかります。でこんな風に、まあ、自己肯定から来る動機だと、まあ、いろいろな障害に対して、まあ、乗り越えることができます。例えばこのアクセサリー作家さんは、まあ、親からすごい反対されたっていう過去があります。例えば、まあ、高校の時からアクセサリーをずっと作っていたんですけど、もうその度に親からすごい否定されたっていう話を僕にしてくれました。まあ、目が悪くなるからやめろとか、まあ、そんなことで食べていけないから絶対そんなのやめなさい、大学行きなさいって言われていたんです。でこのアクセサリー作家さんは、まあ、結局大学にも行ったんですけれど、まあ、大学の勉強をしながらずっと自分の好きなアクセサリー作りを続けているっていう過去があります。で本当にこうやって自己肯定からの、まあ、動機で行動していると、まあ、親から否定されても全然びくともしないんです。まあ、ちょっとはイライラするかもしれないんですけど、でも自分には関係ない、私は好きなことをして生きていくんだ、これが楽しいんだって言って、まあ、この人は頑張っていることになります。まあですからこの人はまあ自分を肯定しながら行動してるって言ったんですけれど、簡単に言うと自分がすごい好きだから行動している、自分で決めているから行動しているということになります。でこうやって自分が納得して決めてやっていたり、無理やりいやいややっていない、好きなことをやっているっていうものを良い頑張りと言います。
で、本人に聞くと、なんか全然頑張ってないよって言うんです。で、なんで頑張ってないのって言うと、いや、好きだからなんか勝手にできちゃうよねって言ってるんですね。で、こんな風に、まあ、頑張りには良い頑張りと悪い頑張りがあるって、まあ、説明したんですけれど、じゃあ、もっとわかりやすい例で例えてみたいと思います。じゃあ、まず悪い頑張りの例からいきたいと思います。まあ、例えば悪い頑張りの例っていうものは、まあ、あなたが大嫌いな人に、まあ、告白するっていうイメージなんです。そして、まあ、自己否定から動機が入るので、例えばあなたが今まで一度も告白した経験がないとします。そうすると、告白した経験が一度もないと、もう俺は全然ダメなんだ。だからちょっと告白した経験を作るために何とか頑張って告白しようとか、なんかそんな感じで自己否定から入る、まあ、動機っていうものが悪い頑張りになります。じゃあそうやっていざ頑張ろうと思っても全然頑張れないですよね。まあ気合と根性で頑張って乗り切ろうとか思っても厳しいですよね。例えばラブレター書いてと言われても、もう全然この嫌いな人なんかに手紙なんか書きたくないって言って頑張れないですよね。こういうのがイメージ的に悪い頑張りの例になります。じゃあ良い頑張りの分かりやすいイメージっていうものは、あなたが好きな人に告白するときのことを考えてみましょう。まあ好きな人に告白するときっていうものは、まあイメージとしてあなたがプラスのイメージを持っていますよね。ああ、この人と付き合ったらすごい楽しそうとか、この人と付き合ったら自分すごいハッピーになれるなとか、まあそういうふうに、まあ、ポジティブになるため、まあハッピーになるためにあなたは行動しているっていうことになりますよね。じゃああなたが好きな人に告白するときにラブレターで告白するとします。じゃあその時にラブレターを書くのにまあちょっと迷うことはあるかもしれないんですけれど、もうラブレターなんてゴミだ、ラブレターなんて書きたくないとか、まあそういうふうに迷いはしないですよね。つまりこういうふうなイメージが、まあ、自然に頑張れるってことになります。まあ、自然に頑張れないときは嫌いな人にラブレターを書くイメージで、もうラブレターを書く行為自体がめんどくさいって思うときなんです。しかし、まあ、あなたが自然に頑張れる、つまり良い頑張りのときは、まあ、ラブレターを書く行為自体は面倒じゃないんですよね。ああ、なんかどんな風な内容を書こうかなってのは迷うかもしれないんですけど、ラブレターの行為自体は全然嫌じゃないですよね。これが自然に頑張れるという状態になります。ということで、まあ、今回の動画では良い頑張りと悪い頑張りについてあなたにシェアしました。で、悪い頑張りっていうものは、その頑張る動機っていうものは自己否定から入るというものでした。まあ僕の例で言うと、もうしっかりいい資格を取っていない自分はダメだ、だから資格が欲しいんだとか、そういうふうに自己否定から入っていたっていうことになります。で、こうやって自己否定からする行動するときって、なんか納得しないでイヤイヤすることが多かったり、まあ自分にないものとか悪いものとかに注目していますよね。こうすると、なんか本当にいやいやなんとか頑張らなければいけない環境になってしまうので、気合と根性に頼らざるを得なくなります。そうすると悪い頑張りになってしまうので、ぜひあなたも気をつけてほしいと思います。一方、良い頑張りっていうものは、ポジティブな目標を持っている頑張り、もっと言うと、まあ自分を肯定している頑張りという話をしました。そして、まあこういうふうなことをすると、もうやっていてあまり頑張ってるって気はしないんです。まあ自分自身で納得していることですし、いやいや無理やりではないのに、なんか自分頑張ってるって感じじゃないんだけど、なんかできてるなってイメージが多いです。そしてこのことを、まあ良い頑張りと言います。ですから、まあ、こうやって頑張りには良い頑張りと悪い頑張りっていうものがあります。まあぜひあなたも今なんかうまく頑張れないなって思った時は、まあそれは悪い頑張りの可能性がとても高いです。そのためには、まずはあなたが何か自己否定してないかなってことを考えてみてください。まあそうすると悪い頑張りから少しずつ良い頑張りにシフトチェンジすることができます。自己否定から来る頑張りが悪い頑張りで、自分を肯定してハッピーな目標のために頑張るのが良い頑張り。まあ、ぜひこれをあなたにシェアしたいと思います。